おはようございます。速稼塾の久保です。1年の計は元旦にありと言いますけども、やっぱり1年の計画っていうのはね、年の初めに立てていないと、もう1年間計画を立てるところがなくなっちゃいますよね。ところでですね、1年の計画を立てるのはいいんですけども、なんかね、毎年毎年年末になると、今年の計画って何だったかなと、で慌てて思い出して、あ、もう達成不能だなっていうことがね、よくあるんではないかなと思います。1年の計画を立てるときに重要なことは、その1年の計画を1ヶ月ごとに分解していく、さらにはですね、その1ヶ月ごとの計画を1週間ごと、もしくは1日ごとに分解していくってことなんですよね。そうすると1日あたりどのぐらいの結果を残せば1年で目標が達成できるかということが測れてくるんですよね。で、私の場合は今年チャンネル登録者10万人の YouTube をやっぱり、ね、作っていこうかなと思いますんで、これは相当ね、割り算するときついんですよ。1日何十人増やさないといけないのかなってことになりますよね。で、日々動画のチャンネル登録者数を見ると、そんなに増えてないということがもうすでにね、この5日間でわかるわけなんですよ。まあ、ですんでね、焦るわけなんですよね。焦って知恵を使おうとするわけなんですよ。それがですから、自分へのモチベーションになり、1年間の計画への成長になるのかなと思ってるんですよね。さあ、ところでね、話題を変えまして、昨日インドネシアの東南アジアの株セミナーっていうのが、まあ、ウェブでやらさせていただきましたけど、本当に夜遅くまでお疲れ様でした。1年の計も大事なんですけども、10年の計っていうのもね、あるわけですよ。10年経つと世の中はもう全てと言っていいぐらい変わってきます。10年前に想像できなかったことが今ね、いろいろと起きるわけですし、10年後におそらく東京オリンピックを振り返って、どうだったのかってことをね、いろいろ検証することもあると思います。当然ですけども、カルロス・ゴーンさんのことも10年ぐらい経ったらね、多分ああだったんだ、こうだったんだって見えてくるところがあると思いますし、そうですね、籠池さんとか佐川さんの例の森友問題、これもそこそこ明らかになってくるのかなと思いますし、あの例のね、桜を見る会っていうのも見えてくるんではないかなと思うんですよ。そうなんですよ。今は分からないことでも、やっぱね、時が経つと分かってくるんですよね。だからこれが時間が解決するってことなのかもしれませんけども、逆に言うと、時間に任せてごまかすということもできるわけなんですよね。さあ、お金のことにちょっと話題を戻しますけども、10年経つと自分の資産がどのようになってるかっていうことを計画するときに、やっぱり有利な国に有利な資金を残しておきたいですね。いわゆる預金をしておくってことなんですよ。日本の預金しておけばお金が増えるというのはもう過去のものになりました。今はですね、かつての日本のようにバブルが起きている国があるんですよ。その一つがインドネシアなんですよね。インドネシアの方にちょっと資金を置いとくと、ものすごい大きな利益が出てくる可能性があるんですよね。もちろん為替のリスクとかね、それから実際に国が成長するのがどうなのかとかね、内戦が起きるんじゃないかどうなのかとかね、戦争があるんじゃないかどうか、これ考えればキリがないわけですよ。自然災害もね、私たちには抵抗しがたいですからね。そういうふうに考えた時に、日本でやっていくだけの、日本だけでやっていくリスクっていうのと、日本以外の国でも挑戦するリスクっていうのを考えていくと、さあどうかなと、どっちがリスクヘッジになるかなということで、10年の計を全うさせるわけなんですよね。そして今日のまとめになりますけども、10年の計画も結局は1日1日の積み上げであるし、1日をおろそかにすれば1年がおろそかになり、1年がおろそかになれば結局10年がおろそかになり、その末には人生がおろそかになっていくのかなと反省するばかりなんですけども、皆さんいかがお考えでしょうか。それでは本日は以上でございます。失礼します。